こんにちは、吉谷さん。まあ好きなことで生きていくね、とってもいい言葉ですけども、まあ嫌いなことでも生きていけるのかなと思うんですよね。でも本当、ヒカキンさんの好きなことって何だったんだろうというふうなところあります。でもね、私正確に考えると YouTube が好きだったというよりも、好きなことがね、なんかあって、それを表現する方法としてたまたま YouTube を選んだから、 YouTube 大好きだけじゃなかったのかなと思います。ただプラットフォームとして YouTube が好きになったっていうかね、自分に馴染んでいたっていうのはあると思うんですよ。まあということでね、今回私はね、まあボクシングの漫画はじめの一歩の高村さんっていうね、はじめの一歩という幕の内一歩の主人公の先輩についてちょっとお話したいと思います。この高村さんっていうのは、特にこれといった名言をね、私思い出すわけではないんですけども、どんなことをやってもダメだったんだけども、ボクシングだけが自分を認めてくれて、自分をスターダムに押し上げてくれた。ボクシングの世界では自分はもう自由自在だ、だからボクシングに嘘をつきたくないんだっていうふうに言うわけなんですよ。どんなに辛い減量もトレーニングも本当に鼻歌まじりにこなせるのは、ボクシングがとっても大好きだからってことなんじゃないかなと思うんですよ。それは好きの中に辛さや苦しさとか孤独とか不条理も全部込みでリングに立つ、そこがもうね、自分を受け入れてくれた黄金の世界だから、だからこそどんなこともやっていける、それも好きを貫き通すためのちっちゃなかすり傷だっていう考え方なんですよね。お金を稼ぐことを本当に求めていたら、それに付随する例えば顔出しが嫌とかね、なんたらかんたらひょうたんだとかヘチマだとかっていうのは、まあ本当にかすり傷なもんだと思うんですよ。でもそのかすり傷を大傷だと思う人には、まあお金は稼げないんだろうなと思います。でお金って橋本徹さんじゃない、林修さんも言ってましたけども、誰かの求めに応じることなんで、自分がやりたいことと人がやってもらいたいことが一致するってことはあんまりないんですよね。でたまにあるんでちょっとね、楽だなって感じるところありますけども、ほとんどの場合は自分には経験したことないような困難とか、自分では理解不能なご相談だったりとかね、そういったものに立ち向かっていくからこそ自分の成長や進化も気づきもあるのかなと思いますし、でそういった依頼がない時でも成長進化気づきによって、自分のね、受け取ったものをどんどん展開していって別の見方ができるようにトレーニングをしておく日々が続くんではないかなと思いますよね。でその記録を残しやすいのは YouTube っていう意味では、 YouTube は好きなんだけども、でもYouTube が好きっていうのとちょっと違うんですよね。この辺は吉谷さんにもお分かりだと思いますけども、もう YouTube が一番使いやすいけども、でも本当は自分の伝えたいことをお客様にね、お伝えする。そこが大事なことであって、YouTube に対して何かをしてるわけではないっていうことも、まあ一つなんですよね。だからユーザーさんも別に YouTube を見てるわけではなくて、YouTube の向こうの人を見ている。つまりは人と人との間に何があるかっていうことなんですけども、YouTube の向こうに誰もいないんだったら、そもそも YouTube を好きになりますかってことにもなりますよね。とんちみたいですけどね。はい、ということで高村さん、はじめの一歩についてお話ししてみました。